シグナスグリファスっていうね、はい、スクーターでございます。初めてですね、はい、触るのはね、はい、でとりあえずですね、下取りをさせていただいた車両なのですが、どうしようかなとね、思っていたところにちょうどですね、はい、であれ、これ10なのかな、うん、でですね、リアキャリアを取り付けということになります、はい、でリアキャリアのエッジ数が 0.5H になっております。ですからこれ単純にこれ外してね、簡単に付け替えるっていう作業ではないと、あとですね、グリップヒーターも 0.5 なんで、え、グリップヒーターとリアキャリアの取り付け工数が一緒なのと思ったんですけど、はい、これなんかね、こうちょっと削ったりなんだしなきゃいけないと、なんだそういう作業が入ってしまうので、まあ、その分 H 数が上がっちゃうと、いうことのようですね。はい、干渉部分を綺麗にこのグラブバーに合わせてこう綺麗にですね、処理されてるんですけど、リアキャリアが気持ちいい、当たるらしいです。はい、だその部分を一応カットしてくださいみたいな書いてありますけど、実際にちょっと取り付けてみないとね、わからないので、どんな塩梅になるのか、やってみたいと思います。はい。さあ、そしたらですね、これかな。とりあえず、グラブバーを外しますね。かがいましてね、そう。もうすでに私は刺されているのですが、食われてしまっているんですが、ちょっとこれ外しますね。はい。そして、私いつも思うんですけど、このグラブバーとね、キャリアを付け替える仕様っていうのはやめた方がいいんじゃないかと。もったいないですよね。そう。結局、まあもちろんね、グラブバーしか付けないって方もいらっしゃる、ね、リアキャリア付けないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱり日本だと多くの方が、キャリアを、ね、ご消耗だと、思います。はい。ただですね、スイッシュっていうのは過去にありましてね。あれ、キャリア標準で、台湾仕様はグラブバーなんだけど、日本仕様にしたときに、鈴木はね、親切にもね、キャリアにして出してたんですよ。それなのに、それをグラブバーにする人がいる。結局ね、どっちにしてもダメな、どっちにしても、まあね、交換されちゃうんだなとは思うんですけど、ただですね、ちょっとね、まあ、比率としてはですね、まあ、キャリアをただのグラブバーに変える方っていうのは少ないと思うので、ね、まあ、商売的にね、まあ、わからないでもないんですけど、わからないでもないんですが、ただあんまり商売づいちゃうとね、特にほら、ね、同国民でしょ違うのかな、違うんですかね、同国民じゃないのかな、ギリギリ当たる、あー、ほんの少し接触するんだ、気持ちね、ほんのちょっと当たるんですよ、この角がね、うまいことできなかったのかな、うまいこと処理すりゃいいじゃんね。そんなさ、ギリギリ作ることないんだから、どうしようかな。変に削んない方がいいかな。あ、ダメだな。削んなきゃダメだな。ほんのちょっとだね。ほんの少しここの部分をちょっと削る、ね、感じです。はい。ちょっと待って。もう一回つけて。変なとこね、違うとこ削っちゃ大変なことになっちゃうから、見栄えが悪くなっちゃって、ってことになっちゃうとまずいですから。そっか、ここか。印つけよう。ね、印つけてやります。ね。そのままやっちゃって、あれってことになったら大変になっちゃうから。ダメだ。ダメだ。まあいいや。はい、ここよりもちょっと前を削るということですね。はい。だから、ここのところかな。ね、雰囲気的にはね。ここを削ってくださいよと。ね、ちょっとね。はい。そう、切るって書いてあります。これ、取説にはね、ね、切り欠き、切り取ってくださいよって書いてあります。でしょ？ね。スタンダード車のスプリングナットを取り外す。ん？違うな。干渉部を切り欠くって書いてあります。切り欠くっていうのはどういうことですか？ちょっとこう、カッターみたいなのでクックってやるって。で、スプリングワッシャーは外す。標準についてですね。これまためんどくさいね。そう。簡単じゃないんですよ。なんでもね。はい。ふんふんふんってできればいいんだけど、なかなかね、そう、ふんふんふんってできない。4箇所全部かな。スタンダード車のスプリングナット4箇所って書いてあるね。4箇所ですね。はい。全部外すんですね。はい。うん。これはね、0.5H でもいいかな。
キャリア、あ、キャリアなんで、あの、サービスでつけますよ、なんで、ね、コーチにサービスでなんつって、あれ、やべ、大変じゃねえかよってなったら大変ですから。うん、で、これは標準にも、まあ、戻さないとは思うんですけど、グラブバーに戻すことはないと思いますが、まあ、大切に保管していただくとね、いう感じですね。まあ、ちょっと袋に入れてね、しまっておきます。ね、それをお渡しするっていうね。この、ジッパー付きのね。で、これに、純正のボルトは使わないんじゃない？ね、使わないから、全部ここに入れておきましょう。で、なくさないように保管しておいてくださいと。ね、グラブバーを、もしですね、売却し、され、売れないと思うんですけど、なぜかというと、グラブバーは標準だからね、うん、まあ、そうそう売れないと思いますけど、まあ一応ね、置いておくっていうね、ね、ことだと思います。はい。ね、そしたら、カッターでいいかな。カッターでクイックイって削っちゃえばいいですね。はい。当たるとこだけね。ね、はい。ほんのちょっとでいいでしょう。ダメなのかな、ほんのちょっとじゃダメかな。これやっとかないと、やらなくてもつけられると思うんですけど、多分ずっとぶつかってると割れてくるんだろうな。少しだけ切り替えた。もしこれで足らなければもう少しやりましょう、ね、いい感じで収まってるじゃないか。こんなちょっとの、あ、大丈夫ですね。いい感じ。うん。そう、いい感じ。これでいいみたい。はい。どっちもね。うん。そしたら、あとちょっとこのマーキングのあれは色落として、何色にするの？パーツクリーナーでね。はい。落として、そして、取り付けると。で、なんかあのカバーみたいなのついててね、面白いですね。うん。なんかね、こだわってますね。この辺ね、ヤマハさんはね、はい。こんなのさ、実際塗るとなかなかすぐ落ちちゃうのに、ね、落とそうとすると、あれなかなか落ちねえなって。はい。さて、そしたらですね、オレンジ色なんてないな。珍しいもんね、オレンジってね。ね、これ当たる。これで、しかも割れてきたってシャレなんだよね。せっかく切り替えたのにね、そこからまた割れてきたんです。やばいっすよ。まあ、黄色は目立つな。あ、そっかそっか。先に黄色を塗って、その上から赤を塗ればいい。そうするとオレンジっぽくなるんじゃないの。ね。ね。はい。あ、いいじゃない。先に黄色だ。それで赤を塗るんだ。普通黄色の方が明るいから、赤の上に塗っても分かんないような気がするんだけど。はい。パッと見がね。はい。よし。そしたらキャリアをつけるのですが、まず何を、ネジ。付属のネジで止めるんでしょ？ちょっと待ってくださいよ。付属のネジで、止めます。はい。ワッシャー使います。ね。いやー、蚊がね、蚊がうろうろしてましてね。そう、その蚊をね、なんとか退治しなきゃいけないと。ね。蚊はこれ純正のネジ、全部ね、純正品です、ね。はい。ワッシャーどこについてるのかな？これか。ホチキス使うのやめてほしいですね。余計なことなんですけど、ホチキスは、ね、ゴミが出ますから、ホチキスはやめてほしい。うん。あと、メイドインジャパンだ。ワイズギアはメイドインジャパンなのかな？向こうでは設定されてないのかもしれないですね。はい、そんな気がいたします。はい。まだ10時前でしょ？ 9 時半だからね。早めに終わらせてね。はい。で、グリップヒーターがちょっとまだ来てないので、グリップヒーターはね、はい。来たら、つけますね。はい。で、純正品で、はい。そう。ね、純正品は回らないかって言ったら難しい。ね、回っちゃうんだよね。さて。そうしましたら、これでどれだな？これかな？
はい。さあ。そしたらね、取り付けていきます。はい。これね、外したところね、これに入れますね。はい。で、順番に行くから。もう少し切ってもいいか。こっちは、うん、もうちょっとカットしてもいいですかね。外しましょう。ね、こう絶対こうなるんですよ、うん。実際つけてみたらやっぱりもう少しほんのちょっと。よし、そしたらですね、次はカバーかな。こうか。こう入れるの。どうやって入れるんだろう。このカバーをグイッてここに入れるんだ。どうやって入るんだろうね。わからん。こうかな。こうだね。ここはギリギリなんだよな。こうか。で、これでブツッと入れるんだ。7番。こうだ。こうはスプリン、あ、上はこれで出ちゃっていいのか。4番。こうか。面白いね。やることが。これはギリギリ入るんじゃない？なんだかな。はい。中入っちゃうのこれ。これは中入れていいのかな？こっちは入んないっすな。むずいな。抜けちゃう。こういうところはなんかサビが発生したりするんですけど、かといってここにグリスを塗って刺してしまうと多分スカスカになってスポッて抜けちゃいますよね。走ってるとね、振動とかで抜けてきちゃうから抜けない方がいいね。はい、 OK。 これで、リアキャリアはつきましたね。で、外した部品は取っておくということですよね。カバーとかね、はい。それはまとめてここに入れて、で、グラブバーと一緒にね、はい、保管しておくという感じじゃないですかね。で、これキャリ、これはまあいいよね。はい。で、リアキャリアはちょっと養生して、はい、でしまうね。はい。ということで、リアキャリアの取り付けが完了しました。6キロまで OK ね。しっかりしてるね。はい、で、ちょっとここ、切り替えたところは、避けてますね。大丈夫。大丈夫。当たってないですね。はい。当たってないです。はい、微妙に当たってると、ずっと振動でこうね、そこからこう、割れちゃったりとかね。そう、危ないですからね。ということで、グリファスのリアキャリア取り付け。はい。0.5H なんだ。うん。なかなか歯応えがあるような気がいたしましたが、どうでしょうか。はい。そうしましたらですね、あとはグリップヒーターね、そして、
まあ普通の整備ね、納車整備をさせていただいて、っていう感じになります。はい、後ろ回り外すとやっぱりマフラーを外してやった方がいいですね。でマフラーを外すということは O2 センサーはマフラーについてるのか、ここにこうやってつながってますね。コネクタどこにあるんだろう。コネクタがすぐ近くにあればねと思いますけどね、なかなかそんな安易になってはいないのかな。はい、タイヤ交換するときにねマフラー外さなきゃいけないですか。でその時に O2 センサーのコネクターがね外すの大変だと、こうちょっとこうね貼らないようなところで置いてみたいなねやり方になると思うんですけど、はい、フルド、クーラント入ってます ね大丈夫です、うん、そう、エンジンオイルはなんかもうしょっちゅう変えられてるみたいなんで硬いな、開かないな、開かないですね、はい、開かない、ね、ブレーキフルードはだいぶやっぱり色ついてるような感じがしますんでね、ね、しましょう。そしたらこれちょっと外して、はい、いろいろ作業を進めていきたいと思いますが、これキャップついてんだ、はあ、なかなか凝った作りだな、はい、